お疲れ様です。まあ、今手元にね、例えば10万円があって目の前にお金に困ってる人がいるとしますよね。あなたならどうします？まあ、もちろんその10万円を入って渡すの、これも特に悪いことではないと思いますし、できればそうしてあげたいと思うんですよ。しかし10万円を渡しても10万円でその問題が解決すればいいんですけども、またその方は別の場面でお金に困った問題に直面すると思うんですよ。その時に今度は自分の手元に10万円がない場合、もうお渡しできませんよね。でも一度10万円渡すと、その人はまたくれるんじゃないかなと思って期待するんですよ。そしてあろうことかね、人っていうのは勝手なもんでね、2度目にお金がないんだ困ったんだっつってる時に、今度お金を渡さないと、なんだもうくれないんだこの人っていうふうに、実はね、一旦10万円あげちゃうと、お金をあげちゃうと、次にあげない時の評価は勝手に下げてくるんですよね。期待してたのにっていう人もいるかもしれません。まあですんでね、まあ10万円をあげるのは別に私はね、そんなに悪いことだと思わないんですけども、ただ人間関係が壊れていくってことをね、うすうすと察した方がいいのかなと思います。じゃあ一体どうするんだって話ですけども、一旦10万渡すか渡さないか、これはね、様々な選択に分かれると思うんですけども、私はね、結構渡す方なんですよ。でも渡すだけではなくて、今回はこの10万円で急場をしのいでほしいんだけど、また10万円が必要になった時に10万円を稼ぐ方法を今のうちに身につけておこうよ。それとも今から10万円を稼ぐ方法を使うんだったら、この10万円は渡さないでおくよっていうふうに申し上げますね。そうするとね、ベストな選択はとりあえずその10万円をあげることによって急場をしのぐ、そしてその後で10万円の急場をしのいだ、余裕ができた時に、今余裕ができた瞬間じゃないですか。とりあえず10万円はね、稼がなくてよくなったんで。じゃあ、本来なら自分で10万円を稼がなくちゃいけない時に、10万円を渡してあげたことによって生まれた余裕で、10万円を稼ぐ方法を私から学んでくれっていうふうにお話しますね。で、結果10万円が稼げなくても、それがね、3万でも5万でも稼げるようになれば、今度3万とか5万のお金の足りない状況になった時は、自分で解決できるわけですよ。で、そうすることが、与えるってことなんじゃないかなと思うんですよ。よく言われることですけども、魚を渡すんじゃなくて魚の釣り方を教えてあげればいいんだっていうふうに言われますよね。まああの話はあの話で、私もね、矛盾をはらんでるとは思うんですけども、でも分かりやすく言うとそんな感じなんですよ。結局お金に困ってる人って、お金に困っている原因があるんですよね。その原因を取り除いてあげる、もしくは原因に対する対処策を教えてあげることが、人の成長と進化、そして問題解決になると思うんですよ。お金をポンと渡してあげることっていうのは問題解決にならずに、それは自分の家族、子供たちにしてあげるんだったらいいんですけどもね。でも子供たちもいつかは自分の元を離れていきますんで、力が及ばなくなってくるところはあると思います。